宇宙世紀 00093 3月3日、スイートオーダーを発信したネオジオンの艦隊は、フィフスルナに向かっていた。地球寒冷化作戦の発動である。連邦政府は、外郭侵攻部隊ロンドベルを実動部隊として追跡させたが、到着した時にはすでに遅く、フィフスルナは地球連邦本部があるチベットのラサへ降下を開始しつつあった。そして、ここにフィフスルナをめぐったネオジオンとロンドベルの艦隊が今、激戦を開始すると。いうことで、今回はですね、ガンダムジェネレーション逆襲のシャア編、続きをプレイしていきたいと思います。いよいよネオジオンの艦隊と本格的な交戦に入るということなんですが、フィフスルナの攻防戦の時アムロはまだリガ随に乗ってましたよね。確かね、その後月に行ってニューガンダイも受領したという流れだったと思います。まあ、この SD ガンダムジェネレーションの場合だと、まあ、その史実に完全に合わせた形にはなってないので、もしかしたらもうニューガンダイムはね、登場するかもしれないです。ではまずモビルスーツの生産できるものを見ていきましょうか。ホビーハイザック、これは牛ネイガスが、ロンデニオンかなんかで、乗ってたモビルスーツですかね。ガンタンク、ジェガンはコスト30ですね。結構使いましたけどね。ギラ動画で40。ということはギラ動画の方が少しスペック的には高いモビルスーツですかね。このあたりはもう F91 のモビルスーツになってますね。リックディアス2。ギラ動画のカスタム機。これ青色にカスタムされてるのはレズン専用機かな。で、この時にはまだユニコーンガンダム自体がなかったので、ユニコーンに出てきたギラズールとかね、そういうものはモビルスーツとしては登場しないものと思われます。リガズイがいました。ヤクト動画の方がコスト高いですね。ニューガンダムになるとコストが一気に跳ね上がって1100。ビギナギナの方がニューガンダムよりも高性能ですね。そしてガンダム F91。 ガンダム F91 は前にもお話したかもしれませんけど、初めて作ったプラモが F91 でしたね。では早速シナリオの方を見ていきたいと思います。マップは1枚マップかな。もしかしたらフィフスルナ攻防戦なんで、フィフスルナに取り付くということもあるかもしれないですが、ないですね。1枚マップになってますね。敵は戦艦2つ、ムサカ、ここにヤクト動画とギラ動画入ってますね。で、もう一隻もムサカです。ここはギラ動画が4ですね。戦力は分かりました。一方、味方の戦力ですが、味方の戦力。これはリガズイとジェガンかな。ラーチャターですね。では、自分のユニット、編成していきましょう。前回、ジェガンを2つ、2機、クラスチェンジしましたので、クラスチェンジできますね。ギラ動画のカスタム。まあ、レズンが乗っていたものと思われますが、これか、もしくは、G キャノン。じゃあ、1個ずつにしますか。ギラ動画カスタムと、キャノン。これにします。では、編成をして出撃していきましょう。まあ、ここはいかに、うまく、ユニットを失わずにね、戦っていけるかっていうのがポイントになってくるのかなと思いますので、一旦は敵が攻めてくるのを待ちましょう。逆襲のシャアはね、劇中ではフィフスルナ攻防戦でシャアがサザビー、アムロがリガズイっていうね、そういう編成で戦いましたよね。うまくリガズイを
レベルエース、一番高いレベルに持っていくことができれば、リガズイからニューガンダムっていう、まあそういうクラスチェンジが見えてくるかなと思いますので、うまーくね、リガズイをクラスチェンジできるように。あと今回新しく、編成をした、ギラ動画のカスタム機。これもね、クラスチェンジできるようであれば、うまくクラスチェンジしていきたいなーなんて思います。では、モビルスーツ隊展開していきました。敵と早速交戦します。劇中でアムロの乗ったリガズイですけど、途中からケイラが乗ってね、最終的にはケイラは、リガズイに乗って、ギュネイのヤクト動画に敗れるというね、そういうシーンもあったと思うんですけど、ここでは、このリガズイなんとかね、レベルエースに乗っていきましょう。先に、ムサカ撃沈して、ギラ動画を、まあ、亡き者にするというかね、まあ、動けないようにするっていうのを最優先にしましょうか。では、味方のラーチャターも前に出していきます。移動した後攻撃ができないというね、まあ、大きな欠点はあるんですが、ここは前に一旦出しましょう。そしたら、この後はですね、ムサカに対して一斉攻撃を仕掛けていきます。ムサカを2300まで削りましたので、こっからじゃあ、リガズイで仕留めにかかりましょうか。仕留められるかというのはありますけどね。もうちょっと削っといた方がいいのかな。防御されると残っちゃう数字ですね、これで。であればもうちょっと削りましょう。削りの幅、あんまり多く削って撃沈しちゃうともったいないので、55% ビームライフル、これ決まってくれたら、撃沈しちゃうかな。撃沈しちゃうとちょっともったいない。なんか嬉しいような悲しいような、かわしてくれたのが。では、ちょっとドキッとする数字ではあるので、ここはですね、思い切って、バルカンで削っていきましょう。全然思い切ってないですね。少しずつ削っていきます。で、この後、ギラ動画が白旗上げた状態で、終えてしまうとね、後ろから来てるムサカに回収されて、戦線に復帰されてしまうということもあり得るので、できればそういう状態にはね、したくないなぁ、なんていうふうには思ってます。まだ回復されるか。できればここでムサカ仕留めたいんだけどな。もう一回ちょっとバルカンを当てておく必要がありそうですね。そうなると今お話していた通り、ムサカにギラ動画を回収されちゃうかもしれないですね。できるだけ、できるだけ、経験値をみんなに積んでもらいたい。一気でも多くエースになっといてもらいたいという思いはあるんで、撃破はしたいんですが、撃破されるとそれはそれで辛いので、反撃されない状態で削っておきたいんですよね。まず、ムサカ一石目。これで撃沈です。で、リガズイのレベルはすでに2になっていたので、これで、エースになってくれるんじゃないかな。ムサが撃沈したことによって。3までかな。3ですね。もう一機、ギラ動画あたりを撃破すれば、それでレベルエースに育ってくれるかなと思います。では残りのギラ動画排除しつつ、後続でやってくるね、ムサカを倒していきましょう。白旗あげた、ギラ動画にリガズイ。これで、レベルがエースになってくれるんじゃないかなと思います。そうするとね、次のステージで、もしかしたら、ニューガンダムに、アップデートが効くんじゃないかなっていうね、期待感出てきますね。では残りの敵のモビルスーツ隊、これも潰しておきましょう。で、このレゾン専用機のギラ動画カスタム。
これも次がヤクト動画とかになるのかな。だとすると、ヤクト動画の次がきっとサザビーとかになると思うんで、まあ順番で言うと、もうちょっと時間はかかりそうですね。そういう意味で言うと、もしね、リガズイから、ニューガンダムにクラスチェンジできるんであれば、リガズイからニューガンダムの方が、まあ、効率がいいというかね、ステップ数が少なくて済みそうですね。では、リガズイはすでに、エースに育ってくれましたので、こっからはですね、ギラ動画のカスタム機、これのレベリングをしていきたいと思います。まあ、うまくレベルが上がってくれればね、クラスチェンジの楽しみが増えますので、ここからギラ動画、続いて、ジケノン、そしてね、さらに余力があればジェガーをねクラスチェンジしていきたいと思います。どれくらいレベルが上がるかですよね。これでレベルが1上がりましたかね。今ねギラ動画のカスタムがレベル3になったので、次もう1機撃破できればこれもエースに育ってくれる可能性十分にありそうですね。リガズイは、まあ、どっからか遠距離攻撃でもぶつけておきますか。撃破されるのが一番嫌なので、撃破されない距離感を保っておきましょう。ちょっと怖いのがやっぱりヤクト動画かな。まあ、劇中ではこれギュネイが乗っていた色のヤクト動画ですね。まあ、かなり高出力メガ粒子砲を撃ってきました。これでどれくらいダメージ取るか。2300か。リガズイでこれだけ通ると、もしかしたらジェガンだと一撃死する可能性があるな。それは困るな。そうなる前に倒しておきたいかな。まあ、このギラ動画をまず、とはいえ先に撃破しちゃいましょうか。このギラ動画残しておいてもあまりいいことないですからね。もうこの時期になるとね、福袋が楽しみなんですよね。まあ、ヨドバシカメラとビッグカメラのね、福袋挑戦しようかなと思ってるんですけど、まあ、今年は多分、まあ、あくまでも予想ですけど、きっと、どこもね、抽選、なるんじゃないかなと思うんでね、抽選をこう、勝っていかなきゃいけないっていうね、ところあるんですけど、最近抽選運はですね、プレステ5こそ外してしまったものの、その他は結構頑張ってまして、まあ例えばなんですけど、結構ね、懸賞とか最近やってまして、まあ懸賞って、まあなんか食べたりしたらバーコードとかシールとかレシートとか送ってとかっていうやつだと思うんですけど、あれがね結構当たってるんですよ。なので、まあ、同じ要領でね、福袋も当たってほしいな、まあ、そういうふうに期待はしてます。まあ、ただ、同じ抽選でも IPO は全然当たらないんで、まあ、ちょっとね、その抽選を、まあ、来春早々、年明けに試せるっていう福袋はね、ちょっと期待はしてます。このジェガン攻撃するべきじゃなくて、ちょっと返すべきだったな。一番前に出ちゃったけど。このジェガンをちょっとじゃあ犠牲にしますか。このジェガンを犠牲にして残りでなんとかレベリングしていきますか。残りヒットポイント1000のジェガンにヤクト動画が狙いを定めてきましたね。まあ、僕でもやっぱりそうしますね。ここは確実に倒せるジェガンを倒そうっていう風になりますよね。ただこれ以上ジェガンを失いたくないので、こっからはね、しっかり、まあ、ボンビスないようにね、ちゃんと見ていきましょう。まあ、食らってもいいので、食らったら次のターン確実に敵を倒すか、もしくはもう一度下がるかっていうね、そこの行動選択間違えないようにしましょう。これ防御 Bmax2961。防御すればしのげる数字かな。クリティカルヒット食らうと、まあ絶対ダメだと思うんですけど、ちゃんと防御ができれば、残れる数字。そうだね。もう一回残れるね。Bmax だったら。
まあ、ただここはちゃんと下げます。で、残り、ヤクト動画1、ギラ動画2。これをね、潰して、経験値積んでから、最後、ムサカをね、撃沈していきましょう。では、もう忘れないうちに、このジェガーは引き上げましょう。もう、どの道戦える力残ってませんからね。リガスイのエースか。これ、もう一回攻撃大丈夫かな。心配だけど。ちょっと攻撃しときますか。マイクロミサイル。いやー、心配。怖い。やめとこう。先に、こっちのギラ動画。こっちもでも4730。いやー、なんか微妙だな、数字的には。4800。いや、リガズイで一回攻撃しないと無理だな。なので、ちょっと後ろに下がってリガズイで攻撃しましょう。いやー、これ食らうとはやばいよな、でも。こんなリスク犯したくない。犯したくないぞ、やめよう。なので、ちょっと確実性を取っていきます。回避 50%。これ当たってくれないとしんどいかな。うん、外した。倒されたね。そうなると、ちょっとミサイル撃ち込むってなるよな。ヤクト動画は沈めておきたいんですよね。やっぱり強いんで。で、ヤクト動画を先に沈めて、その後、残ってるギラ動画を倒していきましょうか。どんくらい食らうかだな、このパネル攻撃。5000食らうか。強いな。ここも5000食らうと残り5000か。回避率 50%。これ当たってくれれば。回避率 50%、 2回連続外しはないだろう。もうここで早速運が試されてる。よし、当たった。これ、ヤクト動画、反撃してこなかったのはエネルギー切れかな？そうだね。エネルギー切れとく。分かったら攻撃していきましょう。ビームサーベル。3700は削りきれないでしょう。防御もしてくれるし。で、この後、レズン専用のギラ動画。で、とどめを刺します。うわ。防御されるとこんなに減っちゃうんだな。強いね、やっぱり。このジェガーももうヒットポイント少ないけど、ゴリ押しするしかないからな。もしかしたらこのターンで、この、ヤクト動画を仕留められない可能性がある。なんとか仕留めたいですけどね、ここはね。ビームマシンガンだと防御かな。回避 84%。これで落とそう。で、このヤクト動画を落としたら、レズンのギラ動画がレベルがエースに間違いなくなってくれるかなと思います。あとは、エースになった人たちが、やられないように、いい気を配りながら、やっていければいいかな。ここでまたジェガンを一気失いそうですね。レベル2まで上がったジェガンを失うのはちょっと痛いですが、まあ、エースになった、リガズイと、ギラ動画カスタム。これは絶対に逃がしたいので、まあ、しょうがないですね。モビルスーツの数もだいぶ減っちゃったな。これ以上モビルスーツ失うとね、次の戦いにも影響が、出始める。そのギリギリの線だと思うんで、これ以上モビルスーツ失わないように慎重に、選択はね、していきましょう。はい。では残りムサカだけにできましたので、まあ、いつもの通りワンパターン戦法にはなりますが、これムサカを取り囲んでしまいましょうかね。まあ、それによって敵をね、無力化していきましょう。うん。リガズイはモビルアーマーモードから
モビルスーツになるともう戻れないのか。これちょっと誤算だな。そうなるともうここで倒すしかないな。届かないんですよね、反対側までね。ここまで到達できないんですよね。これ G キャノンも届かないでしょ、きっと。届かないね。となると取り囲みができないので、ここで撃沈していきましょう。60%。当たれよ。よし。これ当たって残り3742。クリティカルヒットとかやめてくれ。大丈夫だね。クリティカル食らうと、もう落とされてしまう数字ですね。じゃあ残り削っていきます。もう敵は防御すると思いますんで、ちょこちょこ削っていきましょう。で、最後は G キャノンか、残ってるジェガンで仕留めていければいいかなと思います。どっちで落としちゃってもいいように、順々に攻撃していきましょうか。回避 45%。結構な確率で回避されんな。サーベルだとどう？サーベルで 46%。いやー、回避されるな。となると、ジェガンのバルカンは？バルカン一番命中率高そうですよね。54%。それでも 54% か。しかも回避してくるんだ。防御するかなと思ったけど、回避ですね。まあ、ここはじゃあ、ジェガンで仕留める。あるいは、G キャノンで仕留める。まあ、どっちでもいいので。かわされたー。まずはかわしてきたー。まあ、そうだよね。かわしてくるよね。では、今度は、サーベルで切りつけていきましょう。まあ、当たれば確実に撃沈できる数字ですけどね。かわされましたね。そしたら、レズンはもうエースになっていて、これで撃沈してしまうと、とってももったいないので、やめましょう。次のターンにちょっと持ち越しですかね。最後はジェガンでムサカを撃沈しました。レベル2のジェガンで攻撃、撃沈したので、レベルエースになってくれるかな？なってくれましたね。これで、このステージクリアになります。そしたら、次のステージになったらですね、まあ、ジェガンはまた、ギラ動画カスタム。そして、ギラ動画カスタムは次何になるのか楽しみですし、リガズイもね、ニューガンダムになってくれっていうね、そういう期待があります。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。